6月1日、2日、マキタ充電式お試し体験会を二戸市樋口金物機構で開催いたします。充電式の草刈り機、どのぐらい草が刈ることができるんだろう、不安だった方、エンジン式にかなわないんじゃないかっていうね、ふうに思ってた方、非常に多くいらっしゃると思います。6月1日、2日はですね、実際にどのぐらい草が刈れるのかっていうのを試していただける体験会となっておりますので、ぜひお店の方にいらしてください。機械の方はですね、初心者向け、草刈り釜から充電式にトライしたいっていう方向けのですね、22,900 円のモデル、29,800 円のプラスチック刃のモデル、こういったのからですね、エンジン相当、エンジンに近い出力になったモデルたちがですね、多くラインナップされております。23cc 相当、30cc 相当、35cc 相当、40cc 相当というね、本当エンジン式と変わらないパワーになったモデルをご用意させていただいておりますので、ぜひね、ご体感していただければと思います。チップ層だけであればそんなに排気量いらないんですけど、ナイロンコードもやってみたいんだ、ナイロンコードで粉砕したいんだっていう場合はですね、排気量出力が多くなければなりません。エンジン式とちょっと変わった充電式モーターのトルクでですね、ナイロンコード有効に使うことができるモデルも多かったりしますのでね、ぜひ見てみて触ってどのぐらいの重量なのかっていうのをね、エンジンとどのぐらいの差があるのか、逆にエンジン以上なのかっていうのをね、ご体感していただければと思います。バッテリーの方はですね、マキタ 40V シリーズと 18V シリーズとあります。18V シリーズの方もですね、一本差しのタイプ、二本差すタイプで重量も変わったりいたしますんで、そういったのもね、ご体感してみていただければと思います。そして、充電式を買ったらですね、燃料に当たるバッテリーですね、予備バッテリーを安く欲しいんだ。今回、特別にですね、対面販売キャンペーンということでですね、18V 関係のバッテリーだったり、チェーンソー、ハンディチェーンソーだったり、バリカン などではですね、もう予備バッテリーをもう一個をですね、半額で購入できるというキャンペーンも開催しております。さらに 40V の草刈り機ではですね、エンジンの下取りのモデルを持ってきていただければ、79% オフになります。6600 円で予備バッテリーを購入できるというね、草刈り機のキャンペーンもあったりしますので、ぜひご相談にいらしてみていただければと思います。充電式、どんどん今増えてきております。薬かけ用の噴霧器もですね、充電式で発売しておりますので、ぜひね、この機会にですね、どのぐらい薬を飛ばすことができるのかっていうのもね、見てみていただければと思います。ヘッジトリマーもですね、エンジン式の代わりになってきております。さらにエンジンより軽いということで、非常に大変人気なモデルとなっておりますので、ぜひご体感ください。剪定シーズンは終わってしまいましたけど、枝の剪定をするのにね、ハンディチェーンソーがいいのかハサミがいいのか、これ非常に迷うところなんですけど、細い指ぐらいの太さの枝なんかですと、チェーンソーではチェーンが外れやすくなってしまいます。そこでハサミが必要になります。剪定バサミなのかハンディチェーンソーなのか、どちらの方が作業効率がいいのかっていうのね、こういったのも、見てお話をさせていただければと思います。そして脚立に登っての枝落としっていうのは大変非常に危険になります。ポールヘッジトリマー、こちらのね、約3メーターちょっと伸びるですね、300ミリ、30センチの刃がついたこういったバリカン、どのぐらいの重量なのか、伸ばした時に実際斜めにした時にどのぐらい重くなるのかっていうのもね、ご体感して購入の判断の決め手とすることができますので、ね、ぜひ見てみてください。そして夏、充電式の冷温庫というのが出てきております。マイナス18度まで冷やすことができ、もちろんですね、凍る一歩手前の冷蔵としても使えます。冬場、弁当を温めることができる、60度まで温めるとおくこともできるというね、そういった保冷温庫という言い方になりますけど、夏場ね、の方が特に活躍するんじゃないでしょうか。もちろんこちら充電バッテリーで冷やすことができるので、こちらでね、夏の、熱中症対策なんかをしていただければと思います。こういったのもね、出てきておりますので、どのぐらい冷えているのか、どのぐらい実用的なのかっていうのをね、ご体感してみて、購入の判断と決め手としてください。6月1日2日は二戸市樋口金物機構でマキタの充電式お試し体験会を開催いたしますので、ぜひお店の方にですね、遊びに来てください。9時から16時までの営業となっておりますので、ぜひね、お時間許す方はぜひお店の方にいらしてください。それでは樋口金物機構お待ちしております。